皆さん、こんにちは。今回はいわゆる東京の中心地を旅しようと思い、とある場所にやってきたぞ。ほう、東京の中心地だと、一体どこなんだろう？では、霊夢よ。東京の中心といえば、どこだと思うか教えてくれ。そうだな。皇居や東京駅、東京タワーなんてのも中心だと思うけどね。いい線を言っているな。確かに、皇居や東京タワーなんてのも、東京のシンボルだと言えよう。けれども、今回はそれらとは違い、政治的な東京の中心地を旅しようと思うんだ。政治的な中心地？ということは国会とかかな？いや、今回は東京都知事もいる、東京都庁周辺を旅しようと思っているんだ。東京都庁か。名前はよく聞くけど、どのような場所かあまり知らないな。東京都庁は新宿駅の西側西新宿にあるんだ。今回はそのような西新宿の一部の地形や歴史を、古地図などを使いながら、旅していくつもりなんだ。それは楽しみね。では、今回旅するところがどこに当たるのか、地図で見てみよう。これは東京都全体の空撮写真だ。そして、西新宿はこの辺りにある。空撮写真で見ても、何やら周辺と違うのがわかる。では、もう少し近づいて見てみよう。こちらに皇居があって、西側のここに西新宿があるんだ。国土地理院の地図を見ると、なんだか四角の区割りとなっているのが確認できる。一体この四角はどのようなものなんだろう？では、もう少し近づいてみよう。ここに山手線が通っていて、ここに新宿駅がある。その東口には歌舞伎町や、伊勢丹などの百貨店が存在しているんだ。一方で今回取り上げる西新宿はこの範囲だ。この地図で見ても、四角の区割りが目立つだろう。まさに人工的に作られた街並みなんだな。そうなんだ。では、もう少し近づいて、Google マップで西新宿全体を見てみよう。こうなっているのか。東に新宿駅があって、ここに都庁があるんだ。そして、その西には新宿中央公園があるんだ。他にも東京モード学園や、損保美術館などがあるぞ。では、空撮写真でこの範囲を見てみるぞ。こうなっているのか。ここが都庁なのだが、周辺には多くのビルが立ち並んでいるのがわかる。そして、ここにモード学園のビルがあるんだ。一方で、こちらには大きな公園がある。そして、今回はこの街を歩きながら、標高図や明治などの古地図を使い、地形や歴史を紹介していこうと思うんだ。それは面白そうね。そして、先ほどはこの辺りから、駅の方を見ていた。この建物は小田急百貨店となっている。目の前のこの辺りは、西口駅前で他と比べて開けているんだ。では、国土地理院の地図に戻って、今回歩く道順を見ていこう。これは西新宿周辺の地図となっている。そして、今回はこのような道順で巡っていこうと思うんだ。主に駅前の辺りを見て、その歴史や街並みの違いなどを見ていくぞ。また西の都庁付近は機会があれば、旅しようと思っているぞ。では、この辺りを空撮写真で見てみよう。ここに小田急百貨店があって、この目立つ建物がモード学園の建物。こちらの建物は、新宿Lタワーという建物となっている。ではここから始め、このように進み、新宿駅前の広場を望んで、その後、こちらを歩いていこう。では、進んでいくぞ。今、右側に見えているのが、西口駅前の広場となっている。また、画面左には小田急新宿店が存在している。この西口広場にはバス停があり、地下に改札などがあるんだ。ここからだと駅前が一望できて面白いわね。現在、西口駅前は再開発が行われていて、少し前まで西口のシンボルでもあった小田急本館があったんだ。だが、小田急本館は解体され、新たに新しいビルができるらしい。そして、これが西口前の景色だ。ではここで止めてみよう。今目の前に京王百貨店のビルが見えている。この建物も再開発で建て替えられるらしい。ちなみに、こちらに大きな穴らしきものがあるけれど、これは何なんだい？いいところに気がついたな。この穴は換気筒で、西口の地下に広い敷地があることがわかるんだ。この後動画を回していくが、いくつか換気筒が確認できるぞ。では、先を見ていこう。この西口はこれからもどんどん開発されていくわけね。そういうわけだ。そして、換気筒の全容はこうなっている。タイルが貼られていて、趣があるわね。では、この場所を空撮写真で見てみよう。先ほど私たちはこの辺りから、矢印の方向を見ていた。見ての通り、目の前にはバス停や、地下に通じる道路などがあるんだ。ここやここなどね。そして、この穴が先ほど言った換気筒だ。空撮写真で見てもわかるほど大きいんだな。また、手前の建物は京王百貨店となっている。将来この辺りも開発されるらしいんだ。ここに見えているこの線路上にデッキが建設され、新宿駅の東西がつながる計画もあるようなんだ。これから新宿駅周辺は大きく変わっていくわけだ。ちなみに過去の西口開発について、少し話しておくと、この西口の開発は、第二次世界大戦が終結し、
経済活動が落ち着いてきた1950年代に動き出したとされる。その頃に新宿、渋谷、池袋の3地区が副都心として定められた。その背景には都心部の拡大があり、東京の再編戦略として構想されたんだ。そして、その新宿の副都心計画の中で要だったのが、この新宿駅の西口広場だったんだ。では、古地図で西口あたりを見てみよう。ええ？ほう、地図が変わったわね。左の地図は大正8年頃1919年頃の、開発が始まる前の地図だ。そして、先ほど見ていた西口前はこのあたりとなっている。現在の地図で見ると、ここになるぞ。なんだか大きな建物があるわね。この建物は専売局のタバコ工場なんだ。専売局は大蔵省に置かれた外局で、ここにタバコ工場があったんだ。それは知らなかったな。他にも周辺には学校などがあったことがわかる。北のこちらは、後に内村鑑三も校長を務めたとされる聖華学園が、1883年に女子独立学校として開校した学校なんだ。ちなみに現在の地図で見ると、この辺りで、今はエルタワーというビルが建っているぞ。また南のこの学校は日本中学校だと思われる。この辺りは今では多くのビルが建っているけど、昔は違ったんだ。そうなんだ。戦前は今のようにショッピングなどにやってくるような場所ではなかったんだ。だが、終戦後、西新宿開発のため、この駅西口広場も整備されていったんだ。では、整備がされた後の1967年頃昭和42年の地図を並べてみよう。右が約50年後の1967年頃の地図だ。駅前を見ると、大きく変わっているのがわかると思う。確かにな。建物がなくなり、大きな広場となっているんだ。この西口では、駅前の交通処理能力を高め、高度利用するために、世界的にも類のない立体的な駅前広場が計画されたんだ。立体的な駅前広場、なんだかかっこいいな。では、空撮写真で今の西口広場を見てみよう。その計画の根幹となる考え方は、歩行者と車を分離しつつターミナルとして、効率的な移動、連絡を可能にすることであった。その結果生まれたのが、地上と地下の2層構造を持ち、さらにペデストリアンデッキを加えて3層構造となる、現在見られる駅前広場なんだ。今でもその形がしっかり残っているわけだ。では、古地図に戻ろう。古地図で見ると、ここに奇妙な形の構造物が確認できる。これは地下と繋がる道と思われるんだ。勾配を作るために、ぐるっと回り込む形をしているわけね。そういうわけだ。では、現在の空撮写真を再び見てみよう。おお、戻ってきたわね。先ほど言った地下に繋がる道はこことなっている。確かに大きく穴が開いていて、道が下っているわね。そうなんだ。一方でこの地上部分にはバス乗り場がある。このように地上広場は主にバス乗り場として、一般の自動車交通路に当てられ、地下広場は各鉄道やタクシーを含めた、様々な交通機関を利用する、歩行者の相互移動のスペースとして、また駅前や駅地下などの商業施設との連絡通路として当てられたんだ。そして、このように地下広場にも自動車が入れるようにしたことが、画期的な計画だったとされる。なかなか見かけない構造だよね。また、地上2階にはペデストリアンデッキが設けられ、歩行者の流れを円滑にしたんだ。先ほど我々がいた場所も、そのペデストリアンデッキの一部だったわけだ。そういうわけだ。そして、さらに3層構造の下の地下2階には、大きな公共駐車場が作られたんだ。ものすごい交通に配慮した設計だな。そうなんだ。このように地下駐車場も含めて、立体化されたのは、急速に高まりつつあるモータリゼーションを背景に、限られた面積の中で、交通量の増加に対応する必要があったからなんだ。そのような過去の開発の思いが、今の西口を形作っているのね。ちなみに、この西口地下広場全体の設計には、20世紀を代表する建築家坂倉純三が携わっていた。この大きな吹き抜けのような地下連絡路や、先ほど見たタイル張りの換気塔なども、当時、設計されたものなのだろう。当時の面影を探しながら歩くのも面白そうだ。そうだね。では、次にこの辺りから駅前を見て、その後、北西の方に進んでいこう。ということで、見てみよう。手前の工事しているところが小田急本館があった場所だ。今は新たなビルが建ち始めているぞ。そして、目の前の緑の物体は換気塔となっている。こちらにも、タイルが貼られた換気塔が見える。これが昔の開発の頃から残っているものなのね。そうだね。西口にはこのようにタイルが貼られた階段や、出入り口などがあるから、探してみるのも面白いかもしれない。当時の人が西口を良い場所にしようとした、その思いなどが感じられるかもしれない。そして、目の前にはモード学園が入る、国運タワーが見える。このビルは丹下都市建設が設計管理を手掛けたビルで、想像する学生を包み込み、触発させる空間から学生がプロとして羽ばたいていくことを、イメージして、眉国運をモチーフとした建物のようなんだ。
だから、このように独創的な姿をしているわけだ。そして、その左には L タワーがある。このビルの名称は真上から見ると、アルファベットの L 字形になることに由来するらしいんだ。先ほども言ったが、この辺りに女子独立学校がかつてあったんだ。では、もう一度西口前を眺めてみよう。奥にはバス停のようなものが見える。この換気塔は緑に囲まれていて面白いわね。ということで、地図に戻るぞ。先ほどはこの辺りにいた。ではここからペデストリアンデッキを降り、北のこの青梅街道の方に進んでいこう。ペデストリアンデッキの下の部分だ。少し暗いわね。この道を進むと青梅街道と合流するんだ。この辺りは先ほど言った、専売局のタバコ工場があった場所となっている。そのような想像を膨らませながら歩くのも良いだろう。ちなみに、新宿駅が開設した当時、この辺りはのどかな風景が広がるだけだった。駅の乗客数も少なかったとされる。だが、1910年明治43年に、専売局のタバコ工場が銀座からこの地に移転し、創業すると、多くの雇用と人の流れを生み出し、新たな活気をもたらしたんだ。行員たちの通勤のために新宿駅の乗降客も増え、タバコの運搬のために貨物の取り扱い量も急増、人と物の流れに大きな影響を与えたんだ。しかし、その後、副都心として開発されることとなり、タバコ工場は品川埋め立て地へ移転となったんだ。では、タバコ工場が設立された頃の、地図を見てみよう。左は明治42年頃1909年頃の地図だ。そして、現在の地図で言うとこの辺りを歩いていた。これは明治の地図で言うとこの辺りとなっている。完全に専売局工場の中ではないか。そうだね。ちなみに、専売局の跡地には、今の駅前広場や、小田急百貨店があった場所などが含まれているんだ。そして、この専売局のタバコ工場は開発に伴い、品川に移転したのだが、この工場の広大な跡地があったため、広い敷地を必要とする、先ほど言った駅前広場や、百貨店などができたのだろう。もし昔から細かい町割りとなっていれば、すべて買い取るのには一苦労だからね。そうだね。例えば、専売局工場の北や、南のこの辺りは細かい町割りとなっている。ふむふむ、確かにな。そして、同位置を現在の地図で見ると、駅前や都庁付近とは違い、路地のような場所となっているんだ。少し歩くだけでも、道沿いの様子が異なりそうだね。そうだね。ちなみに、明治の地図を見ると、この辺りを通る二つの主要道がこことここに確認できる。この北の道は青梅街道といって、南の道は甲州街道というんだ。ここに追い分けというところがあって、この辺りを境に道が分かれているんだ。現在の地図で見ると、ここが青梅街道で、ここが甲州街道となっているぞ。今でも軸として残っているわけだ。この二つの道は江戸時代からある、重要な道なんだ。では、これらの道がどのような道か見るために、東京の全体図を見てみよう。地図が変わったわね。ここに江戸城皇居があって、この辺りが先ほど見ていた西新宿だ。そして、東京内を甲州街道はこのように通っていた。ここの日本橋を起点に、その後、新宿を通って、南の方に向かっていく道なんだ。一方で、青梅街道はこの新宿付近で甲州街道から分岐し、北西の方に向かっている。ちょうど、新宿付近が分岐点というわけね。そうだね。そして、南の甲州街道は江戸の五街道のうちの一つで、甲府、そしてその後、下諏訪まで続く道となっている。江戸と甲府をつなぐ、軍事的な役割を担った街道とされているぞ。ちなみに、東京内の甲州街道については、この動画で解説しているので、ぜひチェックしてみてね。一方、北西に向かう青梅街道は、ここの青梅までつながる街道で、主に石灰などを運ぶために整備されたんだ。当時の名称は成木街道と呼ばれた。そのような二つの街道が新宿付近で合流しているんだ。では、もう少し、新宿付近に近づいてみよう。こうなっているのね。甲州街道がここを通り、青梅街道がここを通っている。その分岐点付近に追い分けがあるんだ。そして、西新宿はここにあるんだ。ちなみに江戸時代、この新宿には甲州街道の内藤新宿が設置されたのだが、その位置は今の新宿駅より東側のこの辺り。江戸時代はこの辺りが栄えていたんだ。そのため、駅が設置された当時、駅周辺は中心地から離れており、人通りもまばらで、駅前には茶屋があるだけだった。駅の乗車数も1日50人程度だったというんだ。今の新宿駅からは想像がつかないわね。そして、今回見ている西新宿も、内藤新宿から離れているため似たような様子だったと思われる。一方で、甲州街道や青梅街道沿いには、住居があったと思われるぞ。では、ここで西新宿付近の、江戸時代後期の地図を見てみよう。ほう、また新しい地図だね。この地図は1849年から、1862年に刊行された、内藤新宿千駄ヶ谷絵図の一部なんだ。ここに、南北に分かれている道が確認できると思う。確かにな。この道の北が青梅街道で、南が甲州街道なんだ。そして、その分岐部分に追い分けがあったんだ。今の様子のままだね。
そして、内藤新宿はこの辺りにあって、信濃国高藤藩、内藤家の屋敷の一部などが存在した場所に、宿場が作られたんだ。だから内藤新宿なのね。一方で、西新宿はこの辺りだと思われる。大名屋敷や寺院などが確認できるぞ。ちなみに、ここに十二層という文字がある。この場所には、今も現存している十二層熊野神社があったんだ。現在は神社の周辺は、新宿中央公園となっているぞ。この神社については、またいずれ訪ねた時に紹介しようと思っているんだ。気になるなぁ。では、先の明治時代の地図に戻ろう。左は昭和6年頃の地図だが、この地図では、この道が青梅街道となっている。一方で、現在の地図で見ると、この道が青梅街道となっているんだ。今の青梅街道は、この部分から西は幅の広い道となっているが、東は細い道となっているんだ。ちなみに、昭和6年の地図を見ると、青梅街道に路線が引かれているのが確認できる。この青梅街道には大正、昭和時代には路面電車が敷設されたんだ。ここに路面電車があったんだ。この路線はこの辺りで青梅街道を外れ、北東に向かっているんだ。千倍局沿いだったこの道を避けたわけね。そして、現在の地図を見ると、路線が通っていた道はこの道となっている。この道は現在、幅が広く、道沿いには大きなビルが立ち並んでいる。一方で、こちらの細い道は、旧青梅街道として残っているんだ。こちらの道は路面電車を通ったから、より整備が進んだのかもね。そうだね。では、次にこの旧青梅街道を少し歩き、その後、引き返して、青梅街道の方に戻ってみよう。そして、この辺りの歩道橋に登って、この青梅街道や南の道などを眺めてみよう。見どころはこの細かい街区がどうなっているのか、ということと、先ほどの駅前との対比だな。では、歩いてみよう。目の前に旧青梅街道という標識があって、ここが昔、青梅街道だったことを表している。そして、道幅を見ると一車線で、狭い道となっているんだ。地図の通りだね。また、少し古びた道と少し古い店が立ち並び、趣のある街区となっている。では、歩いてみよう。先ほどの新宿駅前から、数十メートル脇道に逸れた道だが、それだけでも大きく様子が異なるんだ。店頭には西新宿商工会とあり、この道の歴史を物語っている。また、道沿いの看板などから古い店が並んでいるとわかるぞ。一方で、こちらは青梅街道に引き返す道だ。道の先にある道路が現在の青梅街道だ。こちらの道も細くて、街並みも少し古い感じがするわね。そうだね、お店も飲み屋などが多く、飲み屋街という感じがするんだ。この後、目の前の道路に出るが、その対比をぜひ楽しんでほしい。青梅街道の道路に出て、歩道橋に登ってみたぞ。目の前に道路となった青梅街道が望める。先ほどの道と全然違うわね。そうだね。左右を見ても多くのビルが立っているのが確認できる。ちなみに、今見ている道を昔、路面電車が通っていたんだ。そう考えると想像が膨らむわね。今では車線が多く、かなり幅が広い道となっているぞ。路面電車を通すためには、幅の広い道が必要だったのだろう。また、画面左に見える、このビルは損保ジャパンのビルなんだ。特徴的な形をしているわね。では、画面左外にある道を見てみよう。ということで地図に変えるぞ。先ほどはこの辺りにいて、この向きを見ていた。そして、次はこちらの南の道を見ていくぞ。この道では、西側に損保美術館があり、この辺りに東京都指定旧跡の、ムチノイがあるんだ。ここにある井戸はムチノイと呼ばれているのだが、そのゆえんは徳川家康が鷹狩りの城、汚れたムチを洗ったことという伝承から来ているんだ。では、動画に変えるぞ。これが、南側の道だ。左側の目の前に国運タワーが望める。では、下に降りて、この道を歩いていこう。道はオレンジに舗装され、少し明るくなっているんだ。画面では見えにくいが、道を挟んだ右側に損保美術館が存在しているぞ。この美術館にはゴッホもひまわりがあるんだぜ。それはぜひ行ってみたいわね。では、少し先に飛んでみよう。画面左に見えているここにムチノイがあるんだ。今はモニュメントがあって、その説明板があるぞ。画像で見るとこうなっている。先ほど言ったように、徳川家康が鷹狩りの城に、ムチを洗ったという伝承がある。明治維新後、この辺り一帯は開発され、明治16年、1883年に女子独立学校の校地となったんだ。では、古地図でこの場を見てみよう。左は明治42年頃の地図だが、先ほどいた場所はこの辺りだ。明治の地図で見ると、学校マークが確認できる。これが女子独立学校なんだ。そして、ムチノイは女子独立学校の中庭に残され、大変良質な水が湧き、飲料水として利用されたという。その後、昭和48年1973には聖火学園の移転により、朝日生命保険の本社駐車場となり、井戸は残されたんだ。
だが、水は次第に枯れていったため、ポンプで汲み上げる方式に改良された。その後、昭和60年1985には、新宿Lタワービルを新築するため、井戸は空気抜けを設けて蓋をし、地上はビルの車寄せとなったんだ。そして今は約15メートル南に、このように無知の井のモニュメントと説明板が建てられているぞ。昔は少し北の方にあったんだね。また、先ほど言った損保美術館がここにあるが、明治の地図で見ると、この辺りに当たるんだ。ここには何かしらの建物があるわね。これは何なんだろう？これはヨドバシ浄水場のポンプのための施設、機関所だと思われる。この機関所の脇には藤棚がかつてあり、浄水内場の名所として知られていたようなんだ。また、その藤は近代水道の父と呼ばれる、中島英治博士が、浄水場の完成を記念して、自宅から移植したものだったらしい。また中島博士は主任技師として、ヨドバシ浄水場の建設に携わったとされているぞ。地図で見ると、西側に大きな四角の施設があると思うが、この施設は1892年に着工された、ヨドバシ浄水場で、ここで水が浄水され、各地に送られていたんだ。かなり広大な施設だよな。そうなんだ。南の大きな池が下水に含まれる、沈みやすい汚れを沈殿させる沈丁池。北の細かく分かれている池が、沈殿池を通った水の細かい汚れを取る、ろ過池となっている。そして、この施設の存在が西新宿に大きな影響を与えたんだ。現在の地図で見ても、ヨドバシ浄水場の跡地の影響はこの四角の区割りに残っているんだ。ほう、四角の区割りにはこのような理由があったのか。そうなんだぜ。ちなみに昔の空撮写真を見るとこうなっている。大きさが一目でわかるわね。そして、この浄水場は新宿副都心計画が決定されると、1965年にその歴史に幕を下ろしたんだ。その後、先ほど言った千倍局工場とともに跡地には、高層ビルが立ち並び、今のような姿となったんだ。ふむふむ、千倍局工場や浄水場の跡地があったから、今のようなビル街になったのかもね。そうなんだ。また、この浄水場は、この西新宿の地形にも大きな影響を与えた。ほう、どのような影響なんだろう。では、ここでこの場所の地形図を見てみよう。おお、地図が変わったわね。これは西新宿の地形図なのだが、この辺りが、かつてヨドバシ浄水場があった場所で、その西や北西辺りが定地となっている。この辺りを川が流れ、崖があるような地形だね。そうなんだ。この辺りの地形は、ここの十二層熊野神社と関係あるんだ。この熊野神社は室町時代に創建されたと伝えられ、大昔から存在しているんだ。その場所は地形図を見ても、定地近くの高地にあり、良い立地が選ばれているんだ。そのような神社もあるのね。だが一方で、浄水場跡地となる、四角の区割り内の地形が少しおかしいと思わないかい？むむ、そうだな、なんだか、四角にデコボコしている気がするぞ。これは浄水場の影響が残った地形なのか？その通りなんだ。このデコボコした凹みは浄水場の池によってできた地形で、現在もこの辺りは高低差が残っているんだ。そしてこの後見ていくが、この付近は浄水場跡地の高低差を生かした、町となっているんだ。平面だけでなく、上下にも影響があったんだね。そうなんだ。ちなみに、先ほどいた無知の井はこの辺り、浄水場跡地に入っていないので、地形は平坦となっている。では、先の明治の地図に戻ろう。また、このヨドバシ浄水場には、建設などのために作られた、ここの引き込み路線や、浄水場のために作られた南の浸水路など、面白いところもあるんだ。では、次にここから損保美術館を眺めた後、この道を南に進み、この辺りの細かい区割り部分を見ていこう。今までの様子とは異なる雰囲気となるので、ぜひ楽しみにしていてくれよな。ということで、歩いていくぞ。今目の前に見えているのが損保美術館と、損保ジャパンの建物となっている。特徴的な建物だね。では、南の道を進んでいこう。この辺りは国運タワーの足元なんだ。歩道も広くて、街路樹も整備されていて、歩きやすくなっているぞ。では、さらに南へ進んでみよう。先ほども言ったが、まだヨドバシ浄水場の跡地ではないので、地形は平坦なままだ。そして、もう一度振り返ると、先ほどの損保ジャパンの建物が見えるんだ。裾野が広がったような形で面白いわね。では、地図を見てみよう。先ほどはこの辺りにいて、この道を南に進んでいた。左は昭和42年頃1967年頃の地図だが、この頃にできた道となっている。では、この地図より約35年前の昭和6年の地図を並べてみよう。右の昭和6年の地図を見ると、この道はまだできていないんだ。両地図を比較すると、昭和6年の時点ではヨドバシ浄水場が見られ、昭和42年頃1967年の地図では消されている。ヨドバシ浄水場は1965年に幕を下ろしているので、この時点ではすでに移転しているんだ。また、先ほど通っていた道は同時期に整備された道で、幅も広くなっている。おそらくだが、副都心計画に伴って、整備された道なのだろう。
また、過去の地図を見ると、この道付近に学校があったんだ。こちらの学校は日本中学だったと思われる。この日本中学は昭和11年には世田谷に移転したが、それまではここに存在していたんだ。その南には校手学校が存在している。この学校は関東大震災後、日本中学校の一部を借用して授業を行っていたとされる。だが、昭和3年になると、ここに新たな校舎を建設し、工学院へと改称したんだ。そして、現在も同場所に工学院は存在しているんだ。昔からこの場所にあったわけね。そうなんだ。このように当時、この辺りには先の2つの学校と、さらに女子独立学校があって、西口は学校が多く存在した場所でもあるんだ。そのような特徴もあったんだ。また、新しい地図では、ここにも学校があったことがわかる。ここには新宿区立ヨドバシ第二小学校があったんだ。今ではこの辺りに、ヨドバシ第二小学校の後の石碑が残っていて、そこには大正4年開校、昭和61年閉校と書かれているんだ。また、付近のビルに小学校の展示コーナーもあるらしい。それはぜひ行ってみたいわね。では、現在の地図を見てみよう。今の地図を見ると、この辺りには細い道が通っていて、小さな建物が多く立ち並んでいるのが確認できる。一方で、過去の地図を見ると、この辺りは同様に細かい街区となっている。この部分は明治の頃から、建物が建っていて、歴史の面影を感じられる場所となっているんだ。北の専売局などとは違い、大きな開発は行われず、先ほど歩いていたビル街とは異なる雰囲気があるぞ。では、この道を少し進み、東に折れて、少しこの辺りを歩いてみよう。ということで、動画にするぞ。先ほどの道を歩いている。そして、この辺りを左に折れ、細かい街区に向かっていこう。おお、急に景色が変わったわね。確かに細い道となっているな。そうなんだ。まさに路地という感じなんだ。古そうな建物が並んでいて、趣がある通りとなっている。飲食店などの飲み屋街で、看板などを見ながら歩くのも楽しいだろう。他のところを見ても、多くの店が立ち並んでいる。また、この街区内には、ヨドバシカメラの新宿西口本店がある。目の前にもヨドバシカメラの店舗があるわね。そうなんだ。ヨドバシカメラはこの西新宿が創業場所で、社名は当時の地名であるヨドバシを由来としているんだ。西新宿でカメラ販売を始め、お客さんがヨドバシのカメラ屋と呼んだのが、その始まりらしい。では、先ほどの大通りに戻っていこう。それにしても多くの飲み屋があるわね。そうだね。駅前も近く、昔の雰囲気がそのまま残っているのだろう。先ほどの大通りの様子と比較するのも面白いぞ。さて、大通りに戻ってきた。そして、先ほどいた道を見るとこうなっている。少し脇道に入るだけで、雰囲気が違ってくるわけね。では、さらに南の方に進んでいこう。道も舗装されていて、街路樹もあり、歩きやすくなっている。この後先に進み、道沿いに右に折れていく予定だ。では、地図を見てみよう。先ほどはこの辺りを歩いた後、ここから南へ進んでいった。そして、次はこの道を北に進んでいくつもりだ。では、大正8年の地図を見てみるぞ。左の大正8年頃の地図と比較すると、この辺りに学校があったことがわかる。さらに昔の地図では、この辺りには寺院マークがあったんだ。一方で、南のこの道は甲州街道なのだが、地図を見ると、この道に路線が通っているのが確認できる。甲州街道と北の青梅街道には、路線が通っていたんだ。そうなんだ。また、これからここを北に進んでいくのだが、明治の地図では浄水場の縁にあって、土手があった場所と思われるんだ。そのような道を進んでいくわけね。また、現在の地図を見ると、途中に京王プラザホテルが建っているんだ。では、この道を北に進んで、今回の旅は終わりとしよう。ということで見ていくぞ。先ほどの地図を見たように、この道の右手には学校があったとされている。また、左手にはヨドバシ浄水場があったんだ。昔の景色を想像しながら歩くのも面白いわね。こちらの道も街路樹が整備され、道も舗装されているんだ。では、もう少し先に進んでみよう。画面左に見えてきたのが京王プラザホテルだ。このホテルは西新宿の開発に伴い、初めに建てられたビルで、1971年の空撮写真を見ると、このビルだけ建っているのが確認できるらしい。このホテルは浄水場の跡地に建てられたホテルで、地上170メートル、日本初の超高層ホテルとしてオープンしたんだ。当時の世界一のホテルを抜き、それを超える47階建て、高さ約170メートルの世界最高層のホテルとして話題となったようなんだ。また日本で初の、ウェディングチャペルを持つホテルでもあったらしい。開業当時は再開発で大きく変貌している、新宿の象徴と言われており、その中でも最上階47階に設けられた、展望台が人気だったようなんだ。当時は周りに大きなビルがなかったから見晴らしが最高だろうな。今いるのは、その京王プラザホテルの足元だ。
建設当時、ホテルの壁は重厚なレンガ色というのが常識だったが、その常識にとらわれず、青空をレイアウトするという思いで、オフホワイトの外壁の色を選んだというんだ。また、プラザとはスペイン語で広場を意味する言葉で、様々なお客様が行き交い、思い思いの時間を自由に過ごせる、都市空間の広場でありたいという思いから付けられたらしい。エントランスを見るとこうなっているんだ。綺麗なエントランスだね。ぜひ泊まってみたいわ。また建設当時は、この新宿は都心から少し離れた立地であり、不安視する声もあったが、当時の社長は、西新宿をニューヨークの摩天楼のような街にしたい、との強い思いがあったようなんだ。そして、このホテル開業を皮切りに、高層ビルの建設ラッシュも始まり、街は大きく変貌していったんだ。そのようなホテルがここにあるんだね。では、さらに北の方に進んでいこう。と、その前に地図でこの場所を見てみるぞ。先ほどはこの辺りにいて、この京王プラザホテルを見てみた。左の昭和52年の地図を見ると、まだこの時代には、ここの京王プラザホテルと、他にいくつかのビルが建っているだけなんだ。また、京王プラザホテルと道を挟んだここには、工学院大学が存在しているぞ。一方で、ヨドバシ浄水場の跡地を見てみると、先に区割りが行われ、その後、各場所にビルが建てられたとわかる。確かにな。ここやここなどは区割りはされているけど、ビルが建っていないからな。そうだね。そして、この古地図を見ると、ヨドバシ浄水場が地形に与えた痕跡が確認できる。ほう、どういうことだろう。道を見ると、先ほど通っていたところを含め、南北の道が3、4本あり、東西の道がいくつか通っているのがわかるだろう。ふむふむ。それらの交差部分を見ると、南北の道の下を東西の道が通っているように思われる。確かに、先ほども言ったが、浄水場の跡地がデコボコしているため、このような道となっているんだ。この起伏についてはまた後で歩きながら見ていくぞ。一方で、地形図を見ると、こうなっている。ここが浄水場跡地だが、先ほどの京王プラザビルは高地に建っている。しかし、その南北の道は一段低い場所を通っていて、都庁などの建物も低地に建っているんだ。ビルによって1階の場所に高低差があるんだ。そうなんだ。また、一部のビルでは、この高低差をうまく活かした設計がされている。ぜひ、高低差を意識しながら、この場所を歩いてみたいわね。ところでこの地形図を見て、気づいたことがあるんだけど。ほう、なんだろう？ぜひ聞かせてくれ。先ほど見ていた細い街路あたりや、南の部分が少し高くなっていて、最初に見たこのあたりは低くなっているわね。この違いは街に影響しているのかな？いいところに気がついたね。確かなことはわからないが、この地形が街並みに影響を与えた可能性もあるかもしれない。例えば、もう少し広域的に見るとこうなる。南が少し高いため甲州街道が敷設され、そのため、街道沿いのこのあたりには昔から住居があって、今のようになったのかもしれない。このようにいろいろと推測ができるんだ。ちなみに、ここにヨドバシがあるのだが、この橋がこの辺りの地名の由来となっているんだ。ヨドバシカメラのヨドバシだね。そうだね。この橋の名前の由来はいくつかあるのだが、その中の一つは、江戸幕府の三代将軍徳川家光が、この辺りに鷹狩りに来た時、山城の国の淀の景色に似ているので、ヨドバシと呼ぶように命じた説があるんだ。それ以前には姿水の橋という名前があったのだが、これは不吉だから、以後ヨドバシと改めよと命じたと言われているんだ。そのような由来があるのね。では、先ほどの地図に戻るぞ。ということで、ここから都庁を望み、その後、この道を北に進み、ここまで行って、今回は終わりとしよう。都庁前や西の十二層熊野公園などは、また次回以降に紹介しようと思っているぞ。それは楽しみね。では、まずはここからこの都庁を見てみるぞ。目の前のツインタワーが東京都庁だ。そして、ここから下を見ると、地下ラインに道があるのがわかる。これが、先ほど言ったデコボコ地形が感じられる場所なんだ。一方で、反対を見ると、国運タワーが望めるんだ。そして、こちらは平坦な地形となっている。では、もう一度反対側を見てみよう。このように地下ラインに道があって、ビルが建っているんだ。ほう、なかなか望めない景色だな。今目の前に見えているのが、新宿三井ビルディングとなっている。かっこいいビルだな。そして、このビルの前面には広場があるんだ。今見えている場所が、昔は浄水場の池の下だったと考えれば、面白いわね。そうだね。反対側を見ると、地形の違いがわかるだろう。では、下の方に下っていこう。では、階段を降りていくぞ。都市が上下に分かれていると、なんだかワクワクするね。少し上下するだけで、見える景色が違うし、見晴らしが良いところも生まれるからな。では、さらに下っていくぞ。広場に降りるとこうなっているんだ。舗装もされて、整備されているいい広場だな。今、ヨドバシ浄水所跡地の、池の底付近にいると考えると面白いわね。そして、画面右には新宿三井ビルディングがあるんだ。
では、先ほどの階段を登って、京王プラザ前の道を北に進んでいこう。上に登って、新宿三井ビルディングの前にやってきたぞ。先ほど見た新宿三井ビルディングは1974年に竣工し、当時は一番高いビルだったんだ。6階から55階はオフィスまたは専用ラウンジとなっているらしい。外観は黒を基調としたガラス張りで、新宿の超高層ビル群の中でも、ひときわ目立つ外観となっているんだ。西新宿にはいろんなビルがあるから、それらのビルを見ながら歩くのも面白いわね。そうだね。そして目の前には交差点が見えてきた。その上には丸いリングが確認できる。面白い建造物もあるんだな。では、先に進んでいこう。交差点にやってきた、上に丸いリングがあって、そこに信号機がついているんだ。ここの交差点では4方向から道が繋がっていて、信号機の設置において、丸いリングが付けられたのだろう。また、目の前にはラブと書かれたモニュメントが見えてきた。ちなみにこのラブのモニュメントは、アメリカの芸術家が手掛けた彫刻作品で、数々のドラマなどにも登場しているんだ。一方で、交差点はこのように見えている。上部の円形がいいアクセントとなっているんだ。そして、向こうには国運タワーが見えるぞ。国運タワーはどこからでも目について、特徴的なデザインだよね。一方で、ラブを正面から見るとこうなっているんだ。王の部分が少し傾いているんだ。ちなみに先ほどの交差点は警視庁新宿警察署裏交差点といって、近くに新宿警察署があるんだ。その警察署は画面左に見えている建物なんだ。では、北に進んでいこう。目の前に見えているのが青梅街道だ。今回はこの青梅街道まで出て終わりとしよう。青梅街道が見えてきた。遠くに見えているのは、最近できた新宿歌舞伎町タワーとなっている。では、地図を見て今回は終わりとしよう。今回は新宿西口前を起点に、このような道順で見てきた。古地図を使いながら見ると、学校や浄水場の機関所がかつてあったことが分かったと思う。甲州街道沿いや青梅街道沿いには、駅前広場とは雰囲気が違う、飲み屋街のようなところもあったよね。そうだね。この西口は飲み屋街もあって、そこから少し歩けばホテルやオフィスビルなどもあるんだ。場所によって特徴があって面白い場所だなー。そして、それらの特徴には歴史や地形などが関係しているぞ。また、今回は駅前を重点的に見てきた。しかし、西の浄水場跡地や公園などはまだ見ていないので、いずれ機会があれば見ていこうと思っているぞ。それは面白そうね。また、今回は地図と旅を合わせた実験的な動画として見た。もし、続編となるヨドバシ浄水場跡地の動画を見てみたいという方は、ぜひ高評価を押してみてね。評判が良ければ、早めに続編を作ろうと思っているぞ。では、今回はここまでとしよう。それじゃあ、またねー。またねー。